はい、今日もあなたと役所天国、本日は12月1日、金曜日ですね。さあ、12月入りました。いやー、さあ、来ましたね。2023年最後のね、月となりました。さあ、今日はね、金曜日ですから収穫出荷日ということで、よいしょ、火を凝らせた。さあ、今日からね、12月ですからね、もう冬の本番ということでね、はい、12月から、頭からね、セット野菜もね、少し様変わりしてきますね。はい、ようやくこうなんかね、冬の野菜ですね。まあ、だいぶね、ようやくこう冬を迎えましてね、安定してきておりますね。今のこの12月になればね、セット野菜、今現時点でね、16品目とか野菜にはね、あ、野菜、畑にはね、18品目ぐらい野菜はありますね。見てね、スティックセニョール、はい、ようやく初出荷ですね。12月で初出荷っていうのはね、私初めてですね。茎ブロッコリーね、でもまあ、それぐらいな感じでね、やっていけばね、全然大丈夫ですね。はい、ようやくこう揃ってきましたね。ほっとしますね。今日はたくさん入れちゃいましょうかね。こうやってね、いわゆるブロッコリーってね、こういうドーム状してますけど、まあこれは茎ブロッコリーなんでちょっと違うんですけど、この部分ってね、蝶花蕾って言いますね。頂に花つぼみと書いてね、合ってます。はい、蝶花蕾、蝶花蕾、まあ僕はトップって呼ぶんですけどね。はい、で、あとは側枝を取るということでね。はい、どちらかというと、我が農園のようにセット野菜だとね、このトップよりも側枝の方が大事であってね。はい、ようやくきれいに仕上がってきましたね。ほっとしますね。まあこれで普通なんですけどね。はい、早めにね、こうやって取ってあげれば脇芽がね、どんどん出てきてね。ちょっとね、品種を変えたのでね、ちょっと遅いタイプだったですね、これはね。作ってみないとわからなかったですけど。はい、ね、綺麗に仕上がってるでしょね。虫食いのないね、後半に作ったのでね、良かったですけど、これがね、やっぱり前半にできないね。結局今12月じゃないですか。12月に出してる意味はあるのかって話になっちゃうんですよね。それがちょっとね、悲しいとこというかね。こうやってね、頭から取っていきます。そうするとどこまで取ったかっていうのは分かりますのでね。スティックはどこまであるんだね。昔に比べて量がだいぶね、少ないですから、まあワンベッド一品種っていうのがね、楽は楽なんですけど、ようやく寒くなってきてね、虫がもういなくなってきてね、まあオーガニック栽培の場合だと楽です。楽になる、ようやく楽に楽になるかなって感じですけどね。よいしょ。さあ、これからはね、いつ霜が降りるという霜との戦いなんですけど、戦いって言ったってね、私ができることはほとんどないわけですけど、こうやってね、防虫ネットをね、がね、こう持ち上げてくるので、片側だけ外しておきます。こうやってね、もうこの時期は、まあ12月1月をかけてね、防虫ネット外していけばいいので、時間ある時にね。ただ油断できないですからね、意外とね。
この辺まででいいかな。何植えたんだっけ、見ないと分かんない。あ、この辺、これもスティックだよな。こっちがスティックなのかな。これもう出来上がってきてますね。うわ、できる時に一気にできちゃうんでね。まあ即死を出せばいいので、この辺、こっちがカリフローレね、ドルチェオーレ、まだ仕上がってこないですね。植えたのが遅かったですからね。まあでも12月1月になって仕上がってくると思いますがね、どうなんですかね。はい、もう出来上がってきてますね。はいはい、もうこの時期はね、何も心配することはありませんので、野菜は普通にできてきますね。何かしらこうね、考えることはもうありません。だから12月1月ね、こうやって野菜というのはですね、年間通じるとね、できやすい時期、できにくい時期というのがありましてね、この11月12月そして春で言えば5月6月ね、5、6、7あたりはほっといても野菜はあるわけですよね。なんやかんや夏野菜とか春と夏が重なってくる、例えば大根、人参と、ナス、トマトが重なればいくらでもね、あるのと同じように、だからこういうこのボリューム感のある時期にね、野菜がいくらでもできるこの時期にうまくね、ここをボリューム感出して、例えばここの5、6、7ね、11、12、1ね、この6ヶ月だけで飯を食うっていうのもありなんですよね。まあ普通の農家さんとか観光栽培の人はそうなんですけど、ただここの時にみんながそこで作りやすい時期なわけですから、当然そこの時に野菜を売っても価格は下がるわけですよね。はい、これがね、この商売の難しいところで、だから人ができにくい時期にね、だからなぜね、長野県の川上村のレタスね、嬬恋村の群馬県の嬬恋村のキャベツ、この2つが、日本では最強ツートップかって言われると、どの地域でも作れない時のレタス、作れない時のキャベツを、出すことによって日本全体のシェアを抑えるってことをするわけですね。1ヶ月2ヶ月2、3、1、2ヶ月の間、完全に日本全国にあるキャベツやレタスはその長野県の川上村のレタスね、嬬恋村のキャベツっていうのが日本全国を席巻するわけですよね。それでズドンといって儲けるというこの仕組みなわけですよね。で、農業っていうのはね、こういうこう産地ね、産地間競争なわけですね、観光栽培っていうのはね。はい、ですから私が昔、余談ですけど、まだ農業の世界に入る前に新規就農なんとかフェアっていうのがね、全国で東京と大阪で開催されていて、私当時関西にいて、そこに行くとね、鹿児島県の最南端に南志布志っていうね、一番指宿のもうちょっと下あたりにね、のところのブースに行ったらね、ピーマンなんですよね。ピーマンを作る人を募集していてね、もう条件は最高ですよね。1年目2年目ぐらいで年収1000万はザラなんですよね。はい、当時、今から30年ぐらい前ですね。要はピーマンを作る人を募集してるんであってね、作り方も何かも全て教えますということで、そのようにしてね、地域性をうまく利用して産地というものがね、こう席巻していくわけですね。それが日本の農業というものでね。はい、で、私のやってることはそうしたところから全て、関わりなくこうやってね、1年間を通して自分で値段を決めて、そして1年間を通じて、自分の顧客に、お客様に、販売しているというやり方なんですね。ですから産地間競争とは一切関係がないわけです。今言った、作りやすい時期、作りにくい時期でも、年間を通して12品目の野菜を作ることができれば、こうやって安定して出荷ができるということですね。はい、だから同じ農業やっていても、全く中身もやり方も全然ルールも目指すところも違うわけですね。で、このようにしてね、このいわゆる農業のこのいろんな流れからね、いかにして自分が脱却できるかっていうのが、まあポイントになるのかなというふうに思うんですけどもね。はい、ということで今日は
茎ブロッコリーできてよかったですね。でも12月に初出荷ってやっぱり初めてですよね。なかなかやっぱりね、普通は早ければ関東時代ではね10月の頭ぐらいに、一番早い時多分まあ9月の終わりってことないけど10月中には出してましたからね、茎ブロッコリーね。そういう意味では2ヶ月遅れってことですけどもね、はい、季節というか地域が変われば個も違うということでございました。はいはいです。茎ブロッコリーが初出荷となりました。よかったですね。はい、それではまた。